リップもしてないが、いやリップはしてる今日。リップ。リップは塗ってまーす。ちょっと弟が隣で寝てる。ごめん、ちょっと声が聞こえてるか。弟ですね。いつもこっちで寝ないくせに、今日はこっちの部屋にいる。弟です。あ、そう、今日ね、TikTok? 昨日や TikTok を撮って、夜インスタ載せた後、投稿した後撮って TikTok 投稿したんですよ、今日うん、投稿したなので、よかったら見てください。昨日撮ったやつを、もう今日どこした、すぐ。なのでぜひ見てください。なんか最近流行ってるっぽい曲で撮った。流行ってるらしい。今日はレスギのジャージ、いやこれレスギじゃない、普通に部屋で着てるだけの服。今日の TikTok マジで可愛かった。嬉しい。服可愛いよね、あの服。あのブラウス、白のブラウスと黒のなんか、なんて言うんだろう、なんかスカートみたいなやつ。かわいいよね。ああいう感じの服もね、結構好きなんですよ。なんか、なんだろう、なんていうの、古着とかも好きだし、ああいうなんか可愛い感じの服も好き。可愛い、なんかいろんな系統の服が好きだから、いろんな感じの着ちゃう。ああいう服も、うん、時々着たり、可愛い感じの、全身は取ってないです。でも本当に昨日来てたやつは、昨日は本当にお寿司屋さん行っただけだから、本当にお寿司屋さん行ってすぐ帰ってきちゃったから取ってない。あの服に靴とかもどんどん合わせる。ね、あの服にはね、なんかめっちゃ厚底の靴、どこだっけあれ、バブルスっていう服屋さん、ブランドっていうお店の
靴、厚底のめっちゃ厚底の靴があって、そこなんか厚底の靴がたくさん、売ってある、置いてあるお店で、その靴履いた。そういう感じの服着るときはその靴履くよく。そう、バブルスっていうお店、お店の名前。そこの服めっちゃ可愛いんですよね。バブルス可愛いね、ほら可愛い、バブルス可愛い。そう、昨日着てた服みたいな、ああいう感じの服が系統的にはあんな感じ、なんか女の子みたいなレースとかそういう感じの服。すごって何センチくらい、何センチくらいあるんだろう、わかんない、測ったことない、わかんない。でも結構結構高い、何センチあるかわかんないけど。え、書いてたのかな、なんか箱とかに。全然見てなかった全然何も見てない、わかんない。スイムダウンタウン見る、え、今日見てないんだよね、ダウンタウン。でもあれは見たよ、有吉の壁は。有吉の壁も好きなの、有吉の壁見たけど。有吉の壁いつもさ最初から見れないんだよね、なぜか。いつも忘れてて、始まる時間いつも最初から見れないのに、今日は最初から見た、最初から最後まで全部見た。今日普通にめっちゃ面白かった、今日。今日はちょっと暖かかったね、今日暖かかった、今日ね、今日なんか暖かかった。キョウコちゃんの TikTok でマヨメロなんだけどが好き。ああ、マヨメロなんだけど、あ、コギメンのやつ違うっけ、あれ、コギメン、コギメン、コギメンのやつだよね。コギメンのなんかぬいぐるみとかも。うん、そうだ、小木麺曲はマヨメロなんだけどって言ってるけど小木麺持ってるやつ、そう、曲はねマヨメロちゃんのやつなんですけど、小木麺にした持ってないから、マヨメロあんまり持ってたっけ、小木麺のをなんかやりたくて小木麺持ってした。TikTok ってどれぐらいの頻度で上げて、TikTok の頻度わかんないなんかそんな、でも撮ったら載せるって感じだから、そんななんか決まってない、撮ったらって感じ。うん、だからそんなになんか、決めてないですいいの、不定期、あ、そう、不定期、不定期、それそれだ今日の投票忘れと、あ、ちょっとみんなして、サンリオキャラクター大賞キャラ大、ぜひ小木麺と横綱にお願いします。私も今日投票した、小木麺と横綱、毎日してます投票
ビーもね20位以内に入るといいけど。えでもね速報はねめっちゃね良かったの。順位が何位だっけ、7位とかだったっす。横綱、横綱っていう、横綱あのコラボ部門のところよ、もう21番にいるもう覚えた横綱っていう。あのキャラクターキティちゃんとコラボしてて、コラボ部門のところにいます。覚えたね、そう覚えた。コケミンは13ね、トリーナンバーかな、13。コラボモモは横綱は21です。でもコケミンはね、でもさあのお気に入り登録してるから、もうその画面開いたらすぐ出てくる。そのさなんかキャラクター大賞のホームページ開いたらすぐ出てくるようにした。もうね、その開いたらそのお気に入りってところに出てくるの、登録したら。コギミンがもうコギミンしかね投票してないし、お気に入り登録もしてないから、そうそこをしたらすぐ投票できる。でもねチケットみたいなのを使って投票するときはそこからできないから、そう違う、あのなんかエントリーナンバーとか、あの全部のキャラクターがいるとこから投票しないといけない。そうでもね、横綱はお気に入り登録できないから、まずコギミュン画面開いたらコギミュンがいるから、お気に入りのところに、お気に入りのところをコギミュンタップして、もうそしたらタップしたらすぐ投票ができるの。投票ありがとうって画面が出て、それのちょっと下にでね、一覧に戻るとかそこら辺にね、隣ぐらいにコラボ部門みたいなところを押したら、そのコラボ部門のところに行けて、で横綱に投票するっていう流れ、いつもそれで投票する。それで投票して、チケットあるときはチケットで投票したり、チケットでも投票したりする。そう、合言葉探しでもねチケットもらえるんだよね。やばい、最近やってない合言葉探ししたらいっぱいチケットもらえるから、投票するのに会員登録とかなかったけど、一人一票、え、なかった？あれ？ないのかな？私は、あの、なんか、サンリオの、ね、そう、なんだっけ、サンリオのね、ちょっと待って、オンラインショップの会員登録か、サンリオプラスっていうアプリがあった、それのね、なんだっけ、登録のログインで、登録してるやつでログイン、どっちかのやつでログインしたら5回だから5日間投票したら、投票チケットが5枚もらえます。会員登録なしでも投票の項目があったら、そっから、あ、そういうとこあったんだ、見落としてたかも私が。でもね、多分ログインしたら、それで登録か、登録してログインとかしたら5日間投票したら投票チケットが5枚もらえる、そうプラスで5回投票できます、好きなキャラクターに。
それも2回もらった、10枚もらっただから。タイヤつけた。最近アニメ最近見れてないんだよね。ワールドトリガーをなんかちょっと前見ててね、最近見れてないなーと思って、いつは何日か前かに見た。でも何話も見てない、その日は1話しか見れなかった。何話を見たっけな、1話分を見たんですけど、あれどこやったっけ。あのこっちの携帯アプリが入ってないですね。あ、あったあった、あ、ダメだ、見れない、ダメだった。何話だっけな、なんか途中結構どんぐらいだろう、でも見た途中まで。それをこの間見てから、それ以来見てない。そう、見たいんだけど、そう見てないですね。呪術廻戦最近全く見てないや。呪術廻戦も見たい。呪術廻戦も全然見てないな。呪術廻戦何話で止まってんだろう。なんか全然十何話までしか見てない。いつだろう、交流戦みたいな。ところの。なんか後半のやつあれ見てるところ、なんか敵が来てみたいなところまでしか見てない。漫画読んでないの。漫画読みたいんだけどね、読んでない。なんか今途中まで読んでる漫画が多すぎて、これを読み始めちゃうとやばいなと思って、まだ読んでない。まだ読んでないんだよね。なんかほんとヒロアカも最近全く読んでなくて、漫画。そう、ヒロアカでしょ、あとは黒羊も最近読んでないし、あとなんだっけあ、ダーウィンズゲーム。でもダーウィンズゲームはまだ新刊が出てないの。ダーウィンズゲームはそのなんかね、最新のとこまでも読んでて、最新刊まで読んでて、でもヒロアカとその黒羊はまだ全然追いつけてない。途中あと何読んでたっけ、忘れちゃった。でも鬼滅の刃はもう全部読み終わったし、あれは、なんかね、ジャンププラス、少年ジャンププラスってアプリがあってさ、それでも読んでて、なんか漫画を。でも最近読んでないんですよね。最近アプリ開いてなくて、読んでなくて、そう、なんか
ツアーとかが終わったら読もうかなって思ってたら全然読んでない、読んで全然読んでない。ひらかどこやと思う、ひらかどこだっけ、どこって言ったっけな、私ひらか。アニメのところはね、アニメで今出てるやつは全部見てて、アニメよりね結構アニメのちょっと先ぐらいまで、ちょっと待って見てみよう。ヒロアカ、これかシーズン5まで出てる、シーズン5。あ、新装くん、新装くん、なんか A 組と B 組がなんか授業で戦うみたいなぐらいのところまで多分。読んだはず多分。なんか結構前すぎて覚えてない、でもちゃんとはっきりはえ、めっちゃ前なんだよねそれを読んだのが、そのヒロアカ最後に読んだの、めっちゃ前。騎馬戦何や、体育祭を読んだよ。エリちゃんだっけ、その子のところもだし、あ、文化祭のとこね、文化祭のとこもだし、だから文化祭が終わってその A 組と B 組が授業で戦うところ、確か。多分そこまで、でも覚えてないけど多分って感じで、黒、そこぐらいでしょ。で黒羊は、黒羊どこだっけ、黒羊はね、シールが学校みたいな、で学校行ってみたいな、どこだっけ忘れちゃった、なんて言ったらいいんだろう。でもその話はもう終わりそうなんだよね、その学校のやつの、その事件っていうのかな、なんかもうちょっとで解決できるぐらいのところまで読んだはず。今日は12時まではしないです。40分になったらランキングやめますね。ちょっとだけ熊本ツアーの練習してから寝るから、明日早起きなんだよね、だからさできるだけ早く寝ようと思って、練習してみたいな。そう、だからそれも見ないといけないしさ、ちょっとやばい。最近なんかその途中まで見たみたいなのが多い、そのなんかその本の方だけじゃなくてアプリでも見てるのがあるから、なんかもう多すぎて、そう見ないと。アプリでね、なんか連載されてるやつを見てて、なんだっけ、少年ジャンププラス、それはね、でも最近は見てないんだよね。
新しいバージョンがありました。アップデートしてないじゃん私アップデートするね、開けなかったアプリを何だっけな、私が見てたやつ、聖者の更新みたいな、そう、聖者の更新リベンジってやつと、全然あれじゃん、私多分途中までしか、あ、何見てた、あ、でもそれかな、あと終わっちゃったんだよね、見てたやつ。スパイファミリーってやつも気になってるんだけど見てない、まだスパイファミリーで。違ったっけ、あ、スパイファミリー、そう、気になってるんだけど見てない。今日はね、前見てたやつで面白いのが、面白かったの、面白かった、好きだったのが、ね、魔女の絵画集と君が死ぬまであと100日ってやつ、普通に面白かった。おすすめです、その2つ。マッシュル、あ、マッシュルなんか前見てたよ、前見てたけど、そのなんか無料のところしか読んでないコインないからえ、これ面白かった。でもその君が死ぬ前だと100日と、そのなんだっけ、魔女の絵画集面白かった。魔女の絵画集はね、なんか主人公の、主人公の女の子、女の子が描いた絵から生まれた、なんかね、そう、なんかその女の子の、その女の子の自分の血、女の子の血を混ぜて描いた絵、混ぜて描いたっていうか血を、え、なんかね、なんか血で描いた絵がね、その紙から出てきて動くっていう、なんか本当に、なんていうん、なんていうんだろう、なんていうのかな、そう、なんか動くなって思います説明めちゃめちゃ下手でそのなんかね、みたいなやつ。でもなんか面白い、うん、下手だけど説明。君が死ぬまであと100日は、え、もうそのままなんだけど、タイトルの、そのなんか主人公の男の子がね、そのなんか、そのそのなんかね、相手の寿命が分かるみたいな感じで、でもそれは100日からしか分かんなくて、その寿命が分かるのが、そのね、その好き、その男の子の好きな女の子がある日見たら100日って出てて、それをどうにかして助けるみたいなお話ですね。魔女の絵画集は面白い、普通に。呪いダークファンタジー、黒魔術的な、え、なんていうのかな、なんかね、なんていうの、なんていうんだろう、でもね、その女の子からが描いた絵から生まれた、そのね、男の子がいて、なんだっけ、名前忘れちゃった、その男の子、あ、もう主人公なんだけど、そのとか、なんかその描いた絵から生まれた、そのなんかね、いろんなものがね、なんか、なんか、なんだっけな、
だいぶ前なんだよねみたいな、なんか人を食べるみたいな、なんかそうやって危害を加えるからその絵を回収していくみたいな。そうでもその人自身も絵なの。そうでもこれ以上言っちゃうとちょっとネタバレになっちゃうそうそういう感じで、も本当に面白いですよ。じゃあそろそろランキング読みますね。ちょっとめちゃめちゃ下手なんですけど、あらすじ話すの少年ジャンププラスってアプリで読める。でも普通になんか多分漫画でも出てるかな、多分普通に何単行本みたいなって 本でみたいな多分出てると思う。じゃあそろそろランキング読みます。13位サイレントリームーンさん、ありがとうございます。次12位香港の春馬アットマーク強化おじさん、ありがとうございます。11位 WY アットマーク影の守護神エンジェルズおじさん、ありがとうございます。10位トシノリさん、ありがとうございます。9位ラボーナさん、ありがとうございます。8位ハマーさん、ありがとうございます。7位ニャーコアットマーク明日から強化おしさん、ありがとうございます。次6位カズさん、ありがとうございます。次5位ウーレンベックさん、ありがとうございます。4位ジョークスノーさん、ありがとうございます。次3位プッチーニさん、ありがとうございます。2位台湾夜嵐強化かわいいおやすみさん、ありがとうございます。1位が、NSVO さん、ありがとうございます。ありがとう。踏み終わった。じゃあそろそろ終わろうかな。今から熊本ツアーの練習してる夜だけど、そんなやらないで、お風呂入っちゃったから、ちゃんとやったら汗かいちゃうから軽くやるじゃあそろそろ配信終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。